やはり大勢の民の前で唱えなければいけませんか。わかるよ、お姫様だってはっちゃけたい年頃だもんな。違います、大体ノリとこんなのに変えたのはあなたでしょ。何言ってんだ、俺がそんなバカなことするわけないだろう。嘘でしょ、本気で忘れてる。パスワードを設定してください。おちんちん祭り。は？おちんちん祭りを登録しました。どうしよう、なんか大変なことをやらかした気がしてきた。6号様、何が大変なのでしょう。悪行ポイントが加算されます。私の呪いの成功率はだいたい8割といったところかしらね。そして呪いを発動させるにはそれに応じた供物が必要な上、不発に終わった場合には自らに降りかかるの。そう、こんな風に。なるほどな、足の力を弱体化させる呪いとかそんなのが跳ね返ってきたのか。いいえ、これは靴を履けなくなる呪いのせいね。は？あの隊長、え、私もう我慢できません。ロゼ、二人を見てたらダメですか。待て、お前の出番はまだ早い。こういうのはエロ担当で両親が痛まないスノーを先に。でもこれ以上は。今から何をするつもりなんだ。襲うんだよ、食うんだよ。そうです、隊長を食べるんです。お前ら多分会話が噛み合ってるようで噛み合ってないぞ。今からロゼとエロいことするんだろ。今から隊長と殴り合うんですよね。自然界の生存競争にのっとって負けた方を食べるんですよね。食べるって性的な意味でだろ。食欲的な意味ですよ。秘密結社キサラギ社員戦闘員6号だ。もうお前でポイント稼いでやるよ。でも人にやってもらうのって なんか怖いし。だからほら、優しく抜いてくれるってさ。優しい。じゃあちょっと触りますね。やだ、変に動くから手元が狂っちゃった。そんなこっちから刺されたら暴れる。ちょっと不明そう。大丈夫、抜いちゃえばすっきりするよ。だから楽しみの始まりっすよ。はあ、この先は刺激的？これはまさか。まずは横になってくださいっす。わかりましたっす。少しだけ目をつむってくださいっす。詰めるっす。これはきっと大人の準備をしてるんだな。さあさあ、楽しい楽しい異端審問の始まりっすよ。異端審問？獅子切断っす。獅子切断？なんだこれ、クロ。これはマルさんが無理やり。世間の常識と乙女の禁則事項、教えてあげる。しょぼー。硬いわね、男の人の筋肉ってこんな感じなんだ。ママも実は触るの初めてでして、興味深いですね。シロちゃん遅いですよ。ねえ、なんてエッチなことしているのですか。警察に突き出しますよ。おい、いい
その説は。気にするな。でも無理なお願いをしただけでなく、あんなことまで。あれはまあなんというか、その私はむしろ、いやなんというか、先輩なのにタメ口で喋ってしまい本当にすみません。そっちか。イルマ。ロイヤルワンの価値は分かってる。だからこそ手に入れれば周りの目も変わるはずなんだ。ちゃんと見てやってほしいんだよ。近い。アブノーマルクラスの才能を信じて力を貸してやってくれ、アメリ。私は別になんとも。まあ頼りがいはあったけど。かっこよかったものね。別に。あんな浮気者め。町ならそれも別にいいのかな。まあ、こやつやはりこのままイルマのそばにいさせるのは危険だ。え、お風呂。ベルゼブブさん、そんな大胆な。うむ、大胆に行くぞ。こんにちは。何か用かな。会いたかったよ、ママ。アルファはママから生まれたもん。ママは高原の魔女って呼ばれてるんだよね。妹が調べてたから知ってるよ。妹までいるのか。そうですよね。300年も生きてれば隠し子の一人や二人。アズサ様には多くのことを学ばせていただけます。そんなこと学ばなくていいから。やべえ、あんなの子がいるってのに寒い魔術を。神様。おい、大丈夫か。これは。この子も襲っちゃったの。そんなわけなかろう。本当ですか。本当。なあに、その疑いの眼差しは。とにかく急いで町に帰るぞ。肌を見せるのは伴侶になる殿方にだけです。だからディアブロという方が神様でないのなら夫婦にならなければならないのです。なんだ。何勝手に盛り上がってますか、この裸マント娘が。そうだよ、ちゃんと順番を守ってくれないと。まず私でしょう。どういうことでしょう。こんなびしょ濡れの服着てたら体に良くないよな。それに燃やすものもないし、脱がすか。男同士だし。まあ濡れてて脱がしづらいな。あれ、ついてない。まずい、このままじゃ。ようやく気がついたか、軟弱者め。貴様の命はこの魔王が救ってやったのだ。桜井くん、なんか私の方をじっと見て。私というより私の胸。そんな堂々と一点を見つめて。まさかこの子、会ったばかりの私の体を。それとも娘とまだも。いいなあ猫。ちょくちょく通って慣れてくれば、そのうち向こうから触らせてくれるかもしれないっすよ。そんなことないわよ。ノーチャンスよ。なんてこと言うの、母親の目の前で。そうだな。まあ今は無理でも。え、いつか抱いてみたいな。どうもお邪魔しました。失礼します。すんじゃお母さん、行ってきます。なんで私こんなにドキドキしてるんだろう。って結局あなたはお兄ちゃんの何なわけ。私は草薙五郎の何なのでしょうか。私が聞いてるんだけど。彼には私の全てを見られた。
そんな気がするのです。